試合を終えて率直な感想をお願いします。そうですね、1ラウンドで KO で勝つことができてよかったです。対戦相手の、戦ってみて印象はいかがでしたでしょうか。印象はやっぱりその、分析した通りだったんですけど、向こうは寝技が得意な選手なんで、テイクダウンを取らせないように戦おうと思ってました。試合終わってすぐですけど、今後の展望を聞かせください。そうですね、もうリングの上で堀口選手と大晦日にタイトルマッチが決定したので、今回怪我もないですし、すぐ練習を再開してその大晦日に向けて準備したいと思ってます。最初は左右のフック、あの右フックが顎に入ったダウンが非常なダメージブローがあったと思うんですが、あのフックの当たる距離っていうのを作戦で分析されてたパンチだったんですか。距離とかは別に分析してなかったですけど、僕の得意な距離というかですね、で、あの右のパンチは僕の得意としているパンチなんで、当たれば大体倒れるかなっていうイメージですね。それはその分析されてた佐々木選手の弱点はあれが当たるという分析。そうですね、右で倒れるという予定をしてました。ドクターのチェックで顎の骨折の疑いということなんですが、手応えのあるパウンドっていうのはどれでしたか。立ちで当たったあの右が一番手応えありましたね。であと膝も結構入ってたんで相当効いてたかなと思います。堀口選手に勝って、ああいうビッグファイト勝つとあのファイターっていうのは大きく変わると言われてるんですが、成長したということも事前インタビューでもおっしゃってましたが、どのあたり一番変わった部分というか成長部分自覚されてますか。やっぱり打撃の部分ですごい成長ができて、それが強くなったことによってそのテイクダウンもされづらくなったっていうので、全体的に一段階レベルアップできたかなと思ってます。この前の試合、今回も含めてその爆発力というか一気にこう決めてしまう凄さっていうのが目立つんですが、この辺のバックボーンというかそれが生まれてきた背景っていうのは今どういうところにあると思われますか。そうですね、堀口選手との試合が決まってからなんか劇的に成長したと思ってて、僕は堀口選手に勝つための準備の期間ですごい成長できて、そこからなんか、距離感とかそういう感覚の部分ですごいつかめるようになって、この半年、今年に入ってからすごい成長できてると思ってます。今まで相手の顎を砕いたことはありますか。ありますね。ロード FC での確か2戦目であの膝蹴りで顎を砕いたことがあります。じゃパンチは初めてで。パンチは初めてだと思います。手応えとしてはそういうものがあるもんなんですか。こう顎が右のパンチが思いっきりクリーンヒットしたんで、相当効いただろうなっていう手応えはありました。先ほどあの堀口戦が決まってから劇的に自分の実力が伸びたとおっしゃってたと思うんですが、4月に佐々木選手と対戦したとするならば、さすがにこういう勝ち方はできなかっただろうなっていう自覚はありますか。やってみないとそれは分かんないんですけど、でもあの時よりも確実に僕は強くなってるんで、あの時よりも心境的にもすごい自信を持って今回臨むことができました。佐々木選手とやることによって、もし負けたらその前回の勝ちがなくなってしまうという意味のリスクがやっぱすごく大きかったと思うんですね。その辺は全く考えなかったですか。そうですね、リスクはすごいあった戦いだと思うんですけど、それ以前に絶対勝てるっていう自信があったのと、やっぱ待っててもなんかそれ以上のことは起こらないんで、やっぱり自分から動いてもっと面白くするためにはやっぱり自分からどんどんアクションを起こして、今回勝ってまた大晦日勝てばもっと盛り上がると思うんで、そういった意味で突き抜けるためにはみんながやらないことをやらなきゃいけないなっていう思いがあったんで、そういう意味でも今回受けました。一回堀口選手からベルトを出されましたけど、あの寸返したじゃないですかあれは実力で取りたいという。そうですね、やっぱりしっかりタイトルマッチとして勝って、取りたいっていう思いがありました。もう今回この勝ち方でさらに自信がついた感じですか。そうですね、堀口選手に対しても今回はあの分析させるんじゃなくてプレッシャーを与えようと思ってたんで、もう圧倒的に勝って もっとやりづらくしてやろうという思いもありました。大晦日の話ですけれども、この前堀口選手とやって次が2回目で、今おっしゃったみたいな当然分析というか、1回目の堀口選手とはまた違う堀口選手だと思うんですけれども、いかがですか。その辺に関してこうワクワクというか、あるいはこう恐怖感というか楽しみというか、今のところどういうような感じで受け止めていらっしゃる。そうですね、当然向こうもすごい対策を
してくるであろうし、まあ、でも僕もすごい自信あるんで楽しみですね。そんな簡単な相手ではないですけど、まあ、勝つ自信はありますね。名古屋もすごかったですけど、今日この大阪の歓声をどういうふうに試合中も聞いてたかということと、あと前回もちょっと質問したんですけど、まあ、今日勝って終わって一番に何がしたいですかっていう2つを。そうですね、やっぱその試合をやるたびにその声援が大きくなっているのを感じて、やっぱすごい僕のモチベーションにもなりますし、すごい力になってます。でやっぱり試合終わってからはお酒が飲みたいですね、変わらず。このあと焼肉行ってビールを飲みたいなと思ってます。